こんばんは。唇いろんな。うん。つきでもなんでもないけど。うん。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、この色。はい、ありがとうございます。奈良県 AKB AKB ホテルの大西桃花です。鼻がまだ出ちゃうね。うん、こんばんは。寝てた。じゃ寝ちゃった。2時間ぐらい寝ちゃった。お休みだったの。イエス。なので今日は舞台を見に行ってきました。見てこれ。でで、今からこれ飲みます。温州みかんジュース。これチーム K が千秋楽の時にあの公演の時に差し入れでいただいて、美味しそうだよね。そう、あ、なにこれ、ここに刺してよかったの？あ、間違えた。え、やだよ、ストロー使えるなら私ストローの方がいいんだから。あー、なんか変なことだって思ったけど、まあいいか。いただきます。うわー、めちゃみかんジュース美味しい。うん、スパって感じじゃない、でも美味しい。でも酸っぱいや、でも美味しい。まあ、まあ、見て見て見て、いらない、見て見て。奈良さんのファンの方からもらった最強、めっちゃお気に入りなんだが、サイズ大きいのくれてね、ファンの方が。めっちゃお気に入り、ありがとう。可愛くない？この色。このサイズしかないよって。あ、そうなの？みんなこのサイズなの？めっちゃ可愛いよ。半袖で寒くないの？お家の中は寒くない。美味しい。喉の調子悪い。うん、
なんか鼻と喉ってやっぱ長引くんだね、なんかうーんって感じだけど、でも鼻もだいぶ詰まらなくはなってきた。どっちもちょっとずつ回復してきてる感じがする。うん、いい感じです。舞台面白かった。そう、今日は舞台見に行ってきたんですけど、そう、オットタクシー、そう、ギョテンとマナカちゃんが出てたので、そうで、あの事務所に招待の案内がをいただいたので、そう見に行ってきました、シアター千住。誰かの舞台を見に行くのが私は多分すごく久しぶりで、そう感激、そう感激するのがそもそも久しぶり。うん、なのでそう一人で行ってきました。関係者の方めっちゃ多くて、めっちゃひそひそってしたんだけど、そう、知ってる方たくさんいるな。でも大西はそのオットタクシーの原作を知らなくて、ママだ、ヤッホー。そう、あらすじだけ読んでったんですけど、あの舞台の、あ、ごめんなさい。そう、まあ今日ね、まあ再演だけど、まあ今回始まってまだ2日目なので、内容とかも言わないでおこうかなと思うんですけど、でも、ってなって終わった。びっくりしちゃった。えってなったままカーテンコール来たから、えあれ終わりみたいな。びっくり、あのね、ラストが衝撃すぎて、そう、原作を知らないから、原作もあれが、でも原作はあれなんですよね、あのアイドルがメインじゃないから、そう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 、でも今回はそう物語に出てるアイドルがメインの舞台になってるので、そうだから原作とはまた違うんだろうけど、まあでも一緒なんだろうけど、でもその舞台の終わり方が、えみたいな。あれ、大西はすごくあれの続きが気になるんだけど、そう、あれ続きないのかな、あれで終わりなのかな、と思って、ってずっとモヤモヤしてるの今日舞台が終わってから、みたいな、あの後どうなるのって、そうなんだよね。なんか今まで大西なんだろう、見てきた舞台とかは全部ハッピーエンドで終わるやつが多かったんですけど、そう、ってなった。よかったら皆さん見に行ってみてください、シアター千住。悪の娘だってちょっとモヤモヤした、だってあー
なるほどね。ああいう感じなのかな、じゃあ。そっか。言うたら、トワツガイとかもそうだったもんね。あ、こういう感情になるんだ、なんか。なるほどね。なんか大西が勝手にこうさ、自分でその招待いただいたやつとかで感激に行ったやつは、今までそう全部ハッピーエンドで終わってたから、うん、うん、そうなんだよね。いろいろなんか気になる、あーってなる。そう、なんか舞台を見て初めての感情でも、すっごい仰天も真中ちゃんも上手だった。うん、なんか映画見てるみたいだった。なんかすごい全てがなんか物語が綺麗に進んでいくというか、だからすごい映像で見てるみたいな感じした。うん、うん、前回のオトタクシーは見に行ってないの。見に行ってないね、前回は。うん、もう何年ぶりだろうね、大西感激行けたの。うん、だって前に大西見たのって何見たんだろう。ああ、それかも、それかも、どんてん返し、あれいつだっけ。ねぼうさんのどんてん返しっていうのを見に行ったのが最後かな。うん、今年か、今年なのか、あれ。ですか。じゃあそれぶりかも。そうね、でも楽しかったです。元気でした。元気そうだと一瞬しか会わなかったけど、でもなんか大西たち、その終わって舞台がで席立って大西座ってたら、横から切ったのがナーミンで、ナーミンターンって言って、でそっから出口まで一緒に出ただけだったので、一瞬だったんだけど。そう、でもなんか大西たちぼーっとしてて、なんかあんまちゃんと話せてなかった。なんか大西もそうだけど、ナーミンも舞台終わった後で集中し、なんかしまくった後だったから、お互いぼーっとしてて、終わったなぁうん、そう、一瞬だ。感想の言えとかなかったの、言った気はする感想。
でも、まあ、すごい終わり方やったなぐらいかもお互いなんか集中力が切れて、うん、もーっとしちゃった。やっぱ感激って脳使うよね。あと大西ちょっと目悪くなったんだなって思った。ずっとこうやって見てたみんなの表情見たいなと思った。目が悪くなりました。関係者席って舞台から遠い。まあまあ遠いとは思うけどね。どうなんだろうか。まあ、めっちゃ遠いわけでもないけど。13列は見にくいかもね。あ、ほんと。あ、見てくれたのはツイッターの先生。そう、今日13。13列目の。20かなんかに座ってた。で、見てた。ジュース飲み終わった。飲み終わった。ごちそうさまでした。うん。ご飯作ろうと思ってたのに、もうこんな時間になっちゃった。寝すぎた。寝すぎた。何作るって。あのお肉が冷蔵庫の中にあって、で帰り道。なんか。あるんですよ。なんかおじいちゃんが営んでるなんか八百屋さんみたいなのがそう、引っ越してきて 3,4 年経って初めてそこに行ってみて、今まで行きたかったんだけど、なんか気がついたら終わってたりするから、夜行くと大体閉まってて、でも今日帰ってきたの夕方ぐらいだったから、あ、今日こそちょっと八百屋さんチャンスじゃないと思って、八百屋さん行ってほうれん草とナスを買って、うん、で帰ってきました、うん、ナスで味噌炒めやな。それ機能してんな、おにしじゃあナス買ってくんなよって話やんなナスとピーマンとお肉の味噌のやつしたんだよ昨日。でも1個お肉余ったから冷蔵庫に残ってて、違う、ナス好きなんだよナスがすごく好きなんです。私だからことあるごとに買っちゃうナス。本当は苦手だったんでしょって。ナスのなんか食感とか味そんなしないのとかなんかあんま好きじゃなくて、なんか昔カブトムシ飼ってたんですけど、おうちでね、カブトムシにあげるものって思ってたの。なんかそう、キュウリとナス、まあ、カブトムシが、でもキュウリ好きなんだけど、でもなんかナスはなんかわかんないけど、うんって思ってた。なんかあんま好きじゃなかったんだ。
でも大人になってからなんでかめちゃめちゃ好きになって、なんかパスタとかも絶対ナス入ってるやつ選んじゃう。他の食べたいなって思うんだけど、うわナスビ入ってるやんこれにしようって、絶対大体ナス入ってる。美味しいよ。なんかずっと鼻のさ、鼻のここになんかずっといるイメージ今。鼻をこう。なんか水みたいなあるやん、鼻うがいか、あれしたら絶対楽になるんだろうな。でも痛いからやだ。やったことある？ない。ただもう西さ、あれが苦手すぎて、そもそもなんかコロナとかさ、インフルとかさ調べる鼻のやつあるやん、もうあれ本当に苦手なの。大西マジでもう本当に苦手なの。もうほんまに今想像しただけで痛い。あれ痛いよね。痛いよね。あれなんでみんな普通にできるんだろうって思ってた。あれあれやばいよね。私めっちゃ涙出るんだけど。あれがあるから行きたくないんだよ。25分になったら終わるわ。ね。あれ苦手なのに。あの映画一度やってみてほしいって。やだ。やだ。でももうやらないの。あ、やばい。やばい。でもやるわ、じゃあ。今日一回だけ。一回だけじゃあやるね、今日。みんなとマッチしますように。一回だけやるね。いつからしてないの？いやでも言うてだよ。なんかメンバーといる時とかはねよくやるんですよ。そう、せーのって。だから歌番組とかの時は割とやってる時多いかも。嬉しい。アプリまだ入ってた。入ってるよ。いやだってやってるんだよ、メンバーと。メンバーと空き時間あるときはだいたいドボンやろうって言ってやってる。ただメンバーと当たるからみんなとあんま当たんないけど。そうそうだね。
最近メンバーみんなやってるよね。みんなあれでしょ、ドボンライブあるんでしょ。あれまだ決まってないの？決まった？ライブ。この配信中にやってくれて、あ、できないの？この携帯で配信止めなきゃできないからさ。あ、今月末までやるんだ。あ、長いね。うん、忙しいのに偉いね。偉い、本当に。ももちゃん22って、お22にいるの。やった、2って俺にし好きな数字。やった、大西のときめきから進みませんってだって大西のさ、あれ最上級なんだっけ、あれパラダイスみたいなやつやったっけパラダイスだよね。大西のパラダイス持ってる人いる？いないでしょ多分大西パラダイス、大西持ってる人見たことない、いないよねおもろいな。分かった、じゃあ今日一回と言わずやるわ。でもこれメンバーって12時過ぎたらできなくなっちゃうんだっけ。なんか前やろうと思ったらなんかできませんって言われてる気がする。うんだよね、そうだよね、12時までしかできないよね。じゃあ12時までに何回かやるわ。ちょっと時間とか指定はしないけどうん、24時間やりそうな子がいるからって。やっぱそうなっちゃうんだよ多分、イベントとかやってると。だからあのショールーム配信のイベントとかも短くなったでしょ。みんな睡眠削ってやろうとしちゃうから、そう12時までになっちゃったんだよね多分ドボンも。せめて奇跡になりたい奇跡、何、ときめきの次奇跡。あやば、26個もらわなきゃ。きらめきから進みません。あれ、ときめき、きらめき、奇跡、ときめき、きらめき、奇跡。わあ、頑張らないとだねじゃあ今日12時までにちょっと、じゃあ適当に、まあご飯とかもちょっと今から作るってもう食べんなって。いやでもちょっと食べたいから、ご飯とか作ったりとかするから、ずっととかはやんないけど、ちょっと12時まで最低10回ぐらいはやるわ。待ってて、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。一夜くんありがとうございます。イエイ。セニーが教員さんありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さんありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさんありがとうございます。イエイ。そして5位がタックさん87さんありがとうございます。イエイ。そして6位がさとちゃんとまっこにしぐんさんありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさんありがとうございます。イエイ。8位がヒカル 400X、 本日を佐藤あかりアナウンサーお誕生日さんありがとうございます。イエイ、おめでとう。
そして9位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がゆみたん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が全国めぐりさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がお茶っぱタイムアットマーク爆裂マフエクスプロージョンさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？ねむねむ、やっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではバイバーイ。ドボンで会おうね。バイバーイ。